トレガンはフランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。トレガンはブルターニュの大西洋岸にある。コンカルノーの南、ポンタバンの西に位置する。フィニステール県有数の広大な面積を持つ。内陸に位置する中心部はコミューンの北端にある。海岸は砂浜や露出した岩となっている。西のジュマン岬から、 東のトレビニオン岬までの海岸は標高が低く 6km の長さの線上の砂丘となっている。地元では LOCH と呼ばれる池がいくつかこの線上の砂の背部にある。LOCH ロー,オーガーと LOCH コジーが重要な池である。ここは1982年以来保護区域となっている。そこでは海からの海水と 沿岸河川が運ぶ真水とが混じり合う。東端のトレビニョン岬は距離が短いが崖が伸びる。1944年4月26日、アメリカ空軍の航空機がトレガン領内に墜落し、2人の飛行士たちはパラシュートで降下、ネベ近郊に上陸した。1944年5月11日、アメリカ兵4人を乗せた飛行機がグレナン諸島沖で行方不明になった。 彼らの遺体はトレガンのトレビニョンの水道で発見された。2007年の新学期においてトレガンの児童のうち6.8%が二子ども学校に在籍していた。2012年11月、コミューン議会はブルトン語の日常使用促進を歌うヤーィー、あるブレイジョニ非検証の批准を可決した。参照元、1999年まで、イヘス、 2000年以降は NSEE。ありがとうございます。